はい皆さんどうもアミティです今日は雑談でございますけれどもあの何か話そうと思ってたことが一つだけあったんですけどちょっと急に変えようかなという感じです元と本のまあ関係ないか本のちょっと紹介みたいなことをしようと思ったんですけど今ちょっと思いついたようなことをつれつれなるままにみたいなことですねえっと結構その気をてらったことっていうのが結構あるじゃないですかその数学にしても数学というかまあ結構気をてらって面白おかしくしている いうようなまあ、例えば、まあ、YouTube とかですねそれであの、まあ、大学生とかねふざけてまあふざけているというのをふざけているというような感じですよねまあ恋に恋せみたいなもんですよですからそのふざけていることそのものじゃなくてふざけている自分が面白いでしょみたいなそういう木を,を照らっているといいますけれども俗にそういうことがありますよねであの例えば数学系 YouTuber と YouTuber ってそもそも僕はまだ名乗っちゃいけない気がするんですけどあの なんかですね、数学系、教育系って結構真面目にこうなっちゃうじゃないですか、どうしてもね、ちょっと目がしばっなんか花粉ひどくないですか皆さん大丈夫ですかすいません、なんか鼻とか、なんか喉とか結構最近ひどくて、で、まあ、それはちょっと置いといて、えっと、その、清てらっている、その、数学系 YouTuber に限らず、教育系 YouTuber 全般ですけど、結構やっぱり真面目、真面目というのも言葉も変ですけど、やっぱりこう、 まあもちろん何か内容を伝えたいとかそういうことがあるわけですからなるのはいいんですけれどもまあやっぱりこう緩くね面白,おかし面白くやっぱりこう動画を作られることに越したことはないですからそう作りたいと思うわけです。で、YouTuber もともと YouTube ってそういうもんだったと思うんですけどそのふざけ倒してるような人々ですよね。そういういかなりあの ちょっとギリギリのこととのこかですねそういうことをやったり、まあ、本当に面白おかしいと思われているようなことをやるというような人々が多かったわけですけど YouTube で数学を教えたり、まあ、何か科学的なことを教えていたらそういうことをちょっとやっぱりなんか、ね、あの求められるっていうようなことがちょっとあるかもしれないんですよ。でむしろその数学系もう数学系に固定してしまいますけど数学系であればその数学やってる人ってやっぱりちょっとどっか。 変わわってるとかまあそういういに見られがちなわけですよね全然僕は自分が変わってるとは思わないんですけどそので周りもそれを期待するわけですよそのすごいふざけてほしいとかですねで何かの YouTuber の人とかでもなんかこう無理してねふざけようとしている人が、まあ、いなくはないかなとは思うんですね でまあ、それは別にいいっちゃいいんです。その、哲学という硬い印象のものを崩したいみたいなことがある、その、劇薬としてですね、劇力とか劇薬、まあ、劇の字は違いますけどね、どっちも、そういうものとしてあるのはいいと思うんです。印象改革みたいなものですよね。ですけれども、なんかそういうのってどうなんですかえっ、ー、と、冒頭に言いました、その、数学とか、まあ、動画として面白いということと、まあ、その、木をてらった面白さ。 冒頭のようにその面白がっている自分を面白がっていてそれを見せているというのと、まあ、その面白がってそのも内容そのものが面白いというのはやっぱり全然別物じゃないですか。ですからそういう気をてらった形式のものっていうのはやっぱり、まあ、そういうのを面白い身内ネタとかまさにそういう感じですけどそういうのってやっぱりどうなんかなとは思いますね個人的にね。僕がなんか素裸で 抗議するとかね、まあそういうなんか、ふざけたやつとかね、別に言っちゃいいと思うんですけど、まあもちろん YouTube にバーンされそうですけどね、アカウントとか、まあなんか最近うるさらいらしいですからね、ジョコラの映像とかね、ですから、まあ規制が厳しくなっていて残念ですけれども、まあそういうこともありますので、あの、まあそれなりにね、別にいいですよ、どれだけこう、気をてらってもふざけてもらっても構わないんですけど、 なんかねそういうのってやっぱり本会ではないというかなんかもうちょっとやりあの本当に面白いものを作りたいとかあの提供したいとか、まあ、本当に数学全般のためになるというか、まあ、皆さんのためになるというようなことを作りたいのであればやはり面白い内容面白いまああのあいい思う例をちょっと思いつきましたねいわゆる陰キャ と言われる人々がいますよね。陰キャが、あのー、なんか無理して背伸びして、その、陽キャぶってる。あい、あ陽キャぶった陰キャだな、みたいなのって一番痛いですよね。まあ、これは本当に失礼な言い方をしましたかもしれない、言ったかもしれないんですけど、まあ、そういうようなもんです。つまり気をてらっていると寒いんですよね、ちょっとね。ですから、まあ、そういうのって結局、長い目で見てどうなんですかね。なんか、そういう変な人がいると思われるだけで、あのー、そういうことに修練してしまうのであれば、 まあ別にね、数学、淡々とやるというのも一つの手ですし、まあさすがにそれだと YouTube っぽくないというか YouTube でやる必要はないので、まあそれなりにその、やっぱり、ジョークといいますか、そういうもの、まあ、いわゆる映像授業とかではあまり入らないような、いわゆる、むしろその学校とか塾、予備校のその小さな、まあ一つ閉じられた世界の講義みたいなものの中で、 まあ絶対そういうユーモアとかって必ず入ってくるんですよ。それをやはり動画で耐えられるぐらいのユーモアがあったりする、ユーモアというかまあそういうものがあったりすると、やはりいい動画にはなるんだろうなと思います。で、別に僕がそうしたいとか言うわけではなくて、まあできたらいいですけどね。まあそもそもなんか。 コラボとかできたら嬉しいですけど、そういうなんか、掛け合いとかできるんでしょうけど、こういうふうに僕はまあ一人で、えー、全て担当しているわけですから、まあそういうなんかね、あの、淡々とこうカメラに向かって喋っているだけなので、あの、そういうこともちょっとやれない感じがしますけどね、まあなんか、一人で面白いことやるっつったってま、まあ数学の話しながらなんか、どうなっちゃうんでしょうね。講談家っぽくなっちゃうのもなんか、なんか違うしなと思うわけですよ。ですからまあなんか、 面白い人とかと喋れるような動画が撮れたらまあそういう風にはなるのかもしれないんですけどねまあ別にあのコラボしたいとかそういうことを言ってるわけではなくてまあそういう一つの考え方としてそうかなとは思うわけですよでうんだからまあそういうことができたらいいですよねと <laughs> 結局何が言いたいのかってことですけどまあいわゆるそういう気をてらうようなものっていうのはまああまり長い目で見ても短期的に見てもその個人のためにはなるかもしれない 個人のためになればいいという意見もあるかもしれないですが、まあ、個人的にあんまりそういうのは好きではないということになっちゃうんですかね。なんかつまんない意見になっちゃいましたね。まあ、ただ、そういうことですね。まあ、なんか、なんか数学やってる人って皆さんこういうふうに思ってるんでしょうでどうですか僕そういうことやってますよみたいな動画って、やっぱり寒いですよね。ですから、あの、<laughs> そんな感じです。でね 本の紹介をしようと思っていてそれをちょっとやろうかなと思っていたんですけどまあ次回に回しますというかいつかに回しますというわけで皆さんさようなら。